鳥取県企画番組気になる鳥取、鳥取県の気になる情報を調べて分かって好きになる番組、気になる鳥取、プレゼンターの森谷香菜です。今回のテーマは開園50周年、子どもの国に新エリア。取材をしてみると気になるワードが見つかりました。今年50周年を迎えた子どもの国に新しいエリアがオープンしました。子どもの国は子どもたちのためのオアシスをコンセプトに昭和48年に開園。自然と触れ合い、遊びの中で創意工夫をしながら子どもたちが憩い楽しめる場所として半世紀にわたり親しまれてきました。そんな子どもの国の新しいエリアを取材してきました。鳥取市浜坂。わあ、子どもたちが楽しそうに遊んでますよ。こちらが今回オープンしたサンド公園。大きな砂場や滑り台など11種の遊具で遊べます。楽しい。どんなとこが好きですか？泥があるところ。サンド公園で砂遊び。スタッフに聞く。西崎さん、鳥取砂丘こどもの国開園50周年おめでとうございます。ありがとうございます。5月5日には50周年記念イベントも開催しました。たくさんのお客様に来園していただき大変盛り上がりました。新しいエリアも子どもたちに大人気ですね。はい、ポケモンのサンドとアローラサンドがモチーフになっています。中央の大きな砂場で毎日多くの子どもたちがポケモンたちと一緒に思いっきり砂遊びを楽しんでいます。気になるポケモンと遊ぼう。園内には他にも誰でも安全に体を動かせるインクルーシブ公園もオープン。スロープがついている。また小さな子供が安全に水遊びができる噴水広場も今日からオープンしました。噴き出す水に触れて遊んだり涼んだりと、これからの季節にぴったりです。今年はたくさんの新しい遊具が誕生していますね。はい、今年度中には天候に左右されず雨の日でも遊べる全天候型屋根付きふわふわドームも完成予定です。ますます楽しく遊べる園内にぜひお越しください。さらに水の遊び場とウォータースライダーも今日から期間限定でオープン。水着を持って遊びに行こう。気になる新エリア続々オープン。いかがでしたか？新しい遊具がたくさんできて一日中楽しめますよ。鳥取県では子ども・子育て意見同行広場鳥箱で、皆さんのこういうことがあったらいいなといった意見やアイデアを募集しています。詳しくは子育て鳥箱で検索。これでまた鳥取県を好きになりました。気になる鳥取では SNS でも番組情報を発信中。気になるポーズ動画も募集しています。来週も鳥取県の気になるをお伝えします。この夏は子どもの国で遊ぼう。